そう、小さく、なるべく小さく。で、右のガード下げない、その時も。基本、左のリードだけでやってみたらいいんじゃない？最初は。慣れるまでは、左ジャブ、左ジャブ。右のガードが下がっとるね。そう。そう、左のジャブで、ボールをコントロールしたいな。そうそう、まっすぐ返ってくるように。うん、そういう感じ、そういう感じ。で、左の手もそのまままっすぐ出して、まっすぐ戻す。そう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 、下に下がらんように、左手が。で、場所とか変えてもいいしね、立ち位置。ちょっと動いて。そうそうそう、少し動いて、そうそう。で、右のガードを下げないようにね、だんだん下がってくるように。そうそう、最初多分右手とかいろいろやるよりは、左手だけの方がいいかもね。慣れるまでは。ナイス。うん、まっすぐ返ってくるようにジャブを練習。サークリングしてもいいんじゃない？狭いからそこ。右サイドに回って。そうそうそう。ちょっとずつそう。叩きながらちょっとずつ右にちょっと動いていく感じ。そう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 。ジャブで右回り、右回りして、だいぶ来たら次またジャブ打って左回りみたいな感じで。両方を使えるように。右も左も。そうそう。今度ジャブ打って左回り。そうそう、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ。そう。それを、要は、細かく小さく、打って動くみたいな。打って、右サイド軽く。そう、また右サイド。うん、そんな感じ、そんな感じ。そう。で、左手が下がらないように。そのまんま。うん。で、距離とかも自分で考えて、その、どこのパンチが、どこの位置か、どこの位置がいい位置か、見ながら。うん。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。最初そんなんでいいよ。で、今度はまた逆回りっていうと、今度は足も意識するようになるんでさ、それやったら。打って、そう動く。また打って動く。そう。で、また動く。で、またそこで左ジャブ。そう。で、また動いて、またジャブ。そんな感じ、そんな感じ。うん、いいよいいよ、そんな感じそんな感じ。そう、ガードもちゃんと意識してるし、いいよ。あとはもうちょっとだけポンって弾く感じ、ボールをパーンって。そう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 、うん、いいね、そんな感じ。うん、いいよいいよ、ガード下がってない。